違う、ここ違う、そこに入れるの。刃先触らないでね。頼むよ。いただきます。はい、どうも、海作です。どうも、ゆめさくです。どうも、トウです。どうも、カンナです。みなさん、今日なんですけども、お料理代理戦争当時 VS カンナやっていきたいと思います。よいしょ。そうなんですよ。これはどういうことかと言いますと、はい、カンちゃんも当時も料理が大好きなんですよね、うん、で、何か企画できないかなって考えてたんですよ、はい、当時と僕チーム、そして嫁サックカンちゃんチームになりまして、はい、代理なので、はい、あくまでも料理を作るのは当時とカンナ。なるほど。僕と嫁サックは後ろから言葉だけで伝える、で指示ですね、指示をするという形でやっていきたいなと思います。なるほど。今回実はテーマがありまして、はい、同じ料理を作って対決するんです、うん、ね、で今回のテーマをじゃあ発表します、うん、はい、オムライスでございます。オムライス、いい。そうなのよ、うん、これね、まあ一見シンプルですよ、はい、多分似てくるとは思うんですけども、うん、やっぱりね、卵のとことかがすごい違いが出るんじゃないかなとか思うわけ、うんうん、はい、でね、実は今回ね、はい、戦いをするにあたって、うん、ある種リベンジじゃないけども、うん、皆さん見てくださいましたかね、第2回トーカンチャンネルやったじゃないですか、はい、そこでね、もんじゃ焼きを2人で作ってたんですけど、やりましたね、最後のね、まあオチというか、うん、ところがあったのが、当時がまたカンちゃんに料理しようねって言ったんですよ、うん、そしてカンちゃんは、嫌、うん、だって言ったんですよ。言ってた。で結構あれ当時が気にしてて、はい、もし今回の対決でこっちが勝利したら、うん、当時と2人でまた料理作ってくれよ。なるほど、うんうん、絶対勝つから大丈夫。言うよねー。言うよねー。いや、つかけてくんな。だって勝ちゃいいんじゃん。いや、でも、うん、それだったらこっちだって勝ちゃいいじゃん。そうだな。うん、うん、まあ勝つことは 30% ぐらいかな。え、そっちが、うん、そっちが。おもちれえな、おい。バチバチしてますね。めちゃくちゃバチバチしとるな。ちなみになんですけど、まあ、対決じゃないですか、うん、今回審査員は、そうですよね、発表していいですか、はい、せんちゃんにやってもらえたの。なるほど。そうなんですよ、うん、でね、今回まあオムライスじゃないですか、で全く同じものを作っても面白くないじゃないですか、うん、確かに。どうするって聞いた時に、うん、俺が作りたいオムライスと、うん、嫁作が作りたいオムライスがあったんですけど、はいはい、たまたま違うかった。お、よかった、素晴らしい。嫁作はちなみにふわとろ卵でケチャップをかけるオムライスです。なるほど。ちなみにカンちゃんもそれがいいって言ったよね、うん、こっちも実はふわとろなんですよ。あ、おー、けどソースが違います。はい。じゃあ当時、うん、俺たちのソースを発表してやれ。デミグラスソースでーす。これでやっていきたい。ほんとだ、違うわ、うん、分かれましたね。全然違う、はい、いい。気にならない。デミグラスソースやったら負けるんちゃうかなとか思えへん。せんちゃんでもシンプルなんが好きだから。確かにね、うん、おー、なるほど。でも僕は言ってもせんちゃんのことも分かってますよ、うん、せんちゃんもデミグラスソース好きやから、うんうん、どっちを選ぶか分かりません。もちろんせんちゃんにはどっちがどっちを作ったっていうのは知らない状態で食べてもらうんで、はい、じゃあ先生どうぞ握手しましょう。はい、オッケー、うん、今日はそんな感じで、はい、今日はちょっとお料理代理戦争っていうのをやっていきますんで、はい、それではいきましょう、せーの、お願いします。さあ、というわけで、はい、先行は、はい、当時パパチームやっていきましょう、うん、ここから僕も手使わないんで、はい、まずはちょっと僕ね、うん、ちょっと見ながらやろうかな思って。あ、なるほどね。じゃあもうこれがいいやろうなと思ってるのだったら、はい、まずはデミグラスソースを作っていくんですけども、はい、こちらに当時、はい、ケチャップを大さじ2入れて、大さじ2、うんうん、大さじ2、いいよ、はい、入れて、鍋持ってない、鍋持ってない、そうなる、そうなる、そうなる。あ、そうだね、そこに置いてていいわ。で、もう一回ね、大さじ2だから。あ、いい匂いする。いいんじゃない、いいと思う。大さじ2。そして、ウスターソース。ウスターソース、うん、大さじ1、ここあるから。それね、当時、そうそうそう、お鍋の、そう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 。出来のいいやつだな。待って、言わさないで。はい、OK。大さじ1いった。いいですね。はい。次、うん、赤ワイン、大さじ2。ワイン、ワイン入れるの。いいよ、大さじ1、はい、うん、上手ですね、でも、うん、いい、お、いいね、いいね、いい感じ、いい感じ、で、うん、次はお水を大さじ2、気をつけて、 OK、 いっぱい、
2杯入れた、うん、オッケー、うん、オッケーオッケーオッケーナイスナイス。砂糖を小さじ2分の1押す押すもうちょい、どうだもうちょいぐらいかな、押す押す、押す、いいんじゃない、それぐらいいいんじゃない、あ、ナイスナイスナイス、完璧完璧で、次がコンソメ、コンソメ、コンソメ、うん、ひとつまみって書いてるんだけど、うん、これはもう1個でいいんじゃないかな、多いかな、どう思う当時、半分にする、半分にしよう、オッケー、じゃあ切っちゃおう、入れた、うん、そして次バターですね、うん、バター、そこにあるバターどんどん入れていく、いいんじゃない、いいんじゃない、最高だよ、最高だよ、最高だよ、うん、オッケー、こうやっちゃえばオッケー、うん、オッケー、オッケー、いいじゃない、じゃあこれを火にかけてください、火にかけます、はい、さあこれでね、あのワインのアルコールを飛ばすから、うん、あ、そうなんだ、そう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 、お、ええ感じだ、ほら見て、いい感じ、うん、いい感じ、こうなったら、うん、これもなったら、うん、もう火、アルコール飛んでると思うから一回火消そう、オッケー、オッケー、おい、いいよ、いいよ、すごくいいよ、今のところ俺たちの勝ちだで、次、片栗粉小さじ半分、いいんじゃない、おい、いいんじゃない、すごいんじゃない、片栗粉を置いて、うん、小さじ半分、違う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 、ここ、ここ違う、そこに入れるの、小さじ半分を、そう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 、水溶き片栗粉を作るから、ごめん、これ言わなかったな、ごめんな、そうだ、今の指示が悪かった、指示が悪かったな、で、ここにさらに大さじ半分の水を入れます、わー、はい、で、それを溶いてください、はい、はい、ビッター、すごいね、はい、火つけて、はい、ちょっと混ぜて、これでとろみをつけます、なるほど、つけます、いい感じじゃないですか、手応えどう当時、いい、結構いい、はい、オッケー、これでデミグラスソースの完成です、おー、はい、舐めてごらん、どうだ、どう、うまい、うまいやろ、いいの、うん、勝ちました。ありがとうございました。マジでうまい。確信しました。あの、えらいもん、なんか何日も煮込んだような味する。濃厚やな、すごくな、うん。で、若干酸味も効いていて。なるほど。すごい美味しいデミグラス。なるほど、うん。オッケー、じゃあこれ置いときましょう。はい。鶏肉と玉ねぎを切ります。初めてのお肉触る。え、そうやったっけ？うん。あ、気をつけて。ぐ、ぐ。あ。まあまあいいよいいよ。まあまあ。オッケーオッケー。オッケーオッケー。あれどうした同時？来た来た来たついに来た、やばい、いや、待って、いつもママはこの思いをしてるんだよ、でも早く終わらした方がいいから、薄くね、薄く薄く、あー痛い、頑張れ、あ、でもちょっと待って、それぐらいでいいかもね、それぐらいでいいかもね、ちょっとね、僕はね、みじん切りが難しいなと思って、うんうんうん、このやり方で、なるほど、うん、玉ねぎの形なんか自由でいいだから、はい、うん、オッケーオッケー、じゃあ次、はい、このフライパンにサラダ油をちょっと軽く引いて、これでいいやん、あ、これでいい、うん、軽くでいいよ、オッケーオッケー、かけすぎた、うん、ちょっとかけすぎた、やばい、で、火つけてください、さあ、炒めよう、炒めよう、炒めよう、いいよ、いいよ、熱い、油とか気をつけて、あ、それも危ないからちょっとダメ持って、ちゃんと、でも持ち方独特その穴ちゃうと思う。じゃあ玉ねぎも入れよう。じゃあ入れまーす。はーい。オッケー。いいねいいね。ちょっとさ、お茶碗用意しようか。うん。お茶碗、うん、お茶碗。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 それにお米を入れて。うん、あ、なるほど。うん。でそれをその中に入れて火つけようか。に、うん。一回。入れるよ、オッケー、あー、すぐ混ぜて、混ぜて、火が強いんじゃないか、大丈夫か、そうそう、ちょっとお米を潰すようにね、うん、いいじゃない、うん、いいじゃない、すごくいいじゃない、どうで社会策支持するだけっていうのはこう、もう、うん、変わりたいそうなるんだ、やっぱ変わりたい、やっぱそうなるんだね、当時センスいいから、うん、全然いい感じだよ、うん、いいね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 、じゃあそこに、うん、本当に少しだけ塩コショウしようか、で、それそのままかけちゃう、そう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 、ちょっとだけだ、ちょっとちょっとあー、オッケー、いい感じだ、
で、ケチャップライスを今回作りたいから。なるほど。ここにケチャップを入れよう。うん、あんまり入れすぎないようにね。ちょっと、あ、もうちょっと入れよう、もうちょっと入れよう。あーい、オッケー。これがいわゆるチキンライスだよ。そうですね。うん、よし、じゃあ、オッケーにしましょう。火止めて。オッケー。いいんじゃない。いいじゃん。いいんじゃない、いいんじゃない。オッケーかな。ぺったんこ。そう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 、グッグッ、ぺったんこ、グッ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 。結構ちゃんとグッてしてね。あ、気をつけろ、ここ火傷すると。違う違う、うん、そうそうそう、グッグッ。じゃあ行きます。じゃあ行くよ、これ大丈夫、うん、ど真ん中、うん、はい。で、おーい、おーい、かわいい。完璧でしょ、当時。うん、完璧。イエーイ、イエーイ。さあ、問題はこっからよ。そう、うん、こっから祭壇のね、卵。はい、うん、挑戦しましょう。まずは、はい、ここにボール用意したから、うん、ここに卵2個割ってください。卵2個割りますね、うん、OK、 2個卵。そこにマヨネーズ小さじ1を入れます。じゃあそれを、そう思う、うん、マヨネーズ入れるって俺初めて知ったわ。確かに、これ調べたら、うん、教えてください。 OK、 OK、 OK。 いや、ほらほら、こことかにさ、マヨネーズついてんじゃん。そう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 、うんうんうん、うん、入れて、で、そりゃあ、だ、だ、と何のために肉にしてるの。まず1個入れようって言ったじゃん、危な。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。で、うん、そこに、さっき作ったこの、これ、卵、3分の2を入れて、3分の2だ。わー、3分の2だって。3分の2。いいよ、いい感じ、もうちょい。 OK、OK、いいんじゃない。これを、okay、で、火をちょっと、ちょっと強くしよう。中火ぐらいにしよう。で、すっげー大事だから。入れるんだ。うん、そう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 。それで、さっきのお箸、お箸、お箸でぐるぐるぐちゃぐちゃって混ぜて、スクランブルエッグ状にする。え、こう？うん、そうそうそう。これ面白い。ぐるぐるって、もっともっとぐる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 。そう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 。ほら、固まってきたろ。うん、で、そしたら、うん、待っとく、大丈夫大丈夫。自分信じろって。はい、ちょっと火を止めようか。ちょっと怖くなってきたな。もっとぐちゃぐちゃにして、もっとぐちゃぐちゃにして。オッケーオッケー。じゃあそれを、うん、火止めて、はい、3分の1残ってるところに入れます。3分の1、これを入れる。そうそう、お、違う、そう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 、そっちに入れる。オッケー、はい、それちゃんとしっかり混ぜてください。へえ、こんな感じ。うん、もっとぐちゃぐちゃにしてごらん。もうすんごい混ぜるね。じゃあいいと思う。ちょっとさ、イメージトレーニングしようか、先。あ、面白いな。うん、今からパパが説明するわ、うん、まず。じゃあ、当時目つぶってていい？なんでなんで目つぶんねや。イメージトレーニング、ドラゴンボールのタイプのイメージ。目開いた方がいいよ、分かった方がいい、うん、これあるじゃん、うん、これ今から火熱して、うん、あれをここにジャーって入れるのよ、うん、でそっからは形整えただけで、うん、もう触れない。触れない。で、ちょっと火通ったら下が固まったレベルでいいから、うん、そうなったらこのフライパンを持ってきて、うん、ここに、あー、なるほど、スルッとかけんの。へぇ、こうスライドさせるんだよ、うん、お前左手と右腕どっちがやりやすい？左。ほんと？イメージ大丈夫？これもう一瞬じゃないですか。一瞬結構だ、うん、バター伸ばして。さあ、いきます。はい、入れよう。さあ、うん、10入れよう、全部、全部ダーンって。はい、で、それ薄く伸ばして。 OK、 薄めかな。さあ、うん、そうじゃない、そうそうそう、あんまり下、そうそう、そうなっちゃダメだから。うん、いいんじゃない。はい。こっからここで合図を出す感覚が、うん、どれぐらいやな。絶妙なタイミングで指示を出せるのか、うん、待てよ。 OK、 入った。で、火止めて、スススススじゃあそっちだ、こっちから、こっちから、結局右かよ。こっちから、こっちから、こっちから、こう。だから言ったじゃん。どう、違う、もう固まっちゃうって。じゃあだから、うん、違う、何しちゃって、違う違う、持たない、下置いて、それ下置いて、うん、こっちに持ってきて、はい、で、左にスライドする。これを、はい、そう、左にスライド。いや、ナイス。で、ここにソースをかけよう、うん、そうだ、ソース、できたソース、うん、できたソース、やばいぞ、うん、一回止めようか、一回止めよう、一回止め。これちょっとすごい戦いになるかもしれない。ちょっと待った、何言うたろ、話全然聞いてなかったよ。だからパパ言ったんだよ、練習しようって。イメージとお前最後らへん、こう、なんかこんなやろ。なあ、いいかな、そろそろいいんじゃない。じゃあ止めて、
じゃあ行きます。ちょっと待ってな、これもかけ方大事だと思うんだよね、うん、これ行ってさ、バーって、うん、バーっていうのは当時どんなイメージ？上から、うん、せっかくだったらこう真ん中にかけて、あの実はね、パパもこのセンスないんだえ、いっちゃうの、自分の好きなのやれる？あんまりバババババって、そうそうそう、こっち、うんうん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいんじゃない、いいんじゃない、あ、そういうのあんません方がいいと思うわ塊にした方がいい、塊にした方がいい、そう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 、おいじゃいいよ、そう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 、いやこれちょっと本当にうまそうだよ、うん、オッケー、いける、完成、おい、当時のふわとろオムライスデミグラスソースです、やった。じゃあかっちゃん、オムライス作っていきましょう。はいはい、うん、鶏肉と玉ねぎをちっちゃく切っていくんだけど、どっちから切る？玉ねぎから切るかな。はい、オッケー、違うよ、みじん切り、ちょっと待ってみじん切りだから、ここにちょん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 って入れたいから、こうして、そうで、こうやってちょん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 って、なるほど、うん、そうそうそう、トモさん、これ手触るのはセーフですか？これアウトですね。指示だけで。これから。これから。オッケー。オッケー。そう。うん。いいよ、かんちゃん。そう。次にこうやって切ってくるから、猫の手。で、もうちょっとこっち、もうちょっとこっち。そうそうそう。いいですね。そう。いいね。気をつけてよ。絶対切らないで。絶対切らないで、かんちゃん。あ、怖い。親指を縛って。上手、いい、上手上手、いいよいいよはい、おめさく怖い、刃先に触らないでね上手ですね、でも、うん、上手上手、うん、いいじゃんいいじゃん、さあ、鶏肉ですね、うんうん、いいよ、よし、いい、もうそれで、もういいお茶碗にご飯をついてください、はい、なんか継ぐのとかは慣れてる感じありますね、これは、どんぐらい入れるの？たーぐらい、たーぐらい、うん、出ました、ごめんさくのたー、出た、どうかな、たー、おい、待ってたけどな、うん、今指示たーでしたけどね、入れまーす、うん、はい、油、違いますね、うん、ちゃんとお肉にかけてるカニじゃないんだよ、お肉にかけてる、うん、さあ、玉ねぎが入りました、玉ねぎを炒めてください、入れて、よし、うん、混ぜて、うん、ケチャップをご飯にかけて、うん、どんぐらいかな、ストップ言ってじゃん、おー、うん、で、混ぜて混ぜて、火一回だいぶ弱めていいよ、噛み、うん、そう、的確な指示がね、でもこれ同じチキンライスルクリでも全然違いますね、マジで違うんですか、マジで違いますよ、これ面白いですね、いいんじゃない、もう、うん、うん、じゃあそれをここに出してください、うん、で、それをこのお皿にポッてのせようか、うん、オッケー、おお、きれい、きれい、きれい、じゃあ、チキンライスができました、はい、じゃあ次は卵液を作ります、うん、はい、はい、じゃあ2つここに割ってください、失敗しちゃった、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、オッケー、から入ってないから、うん、大丈夫、これをこっちに、割り方がね、前の方が上手だ、大丈夫だよ、うん、オッケー、じゃあそこに牛乳をちょって入れる、牛乳ちょってわかんない、そこじゃない、トクちょ、もうちょトクもうちょそれぐらい、おい、塩コショウ入れる、
結構しっかり入れて、こんぐらい混ぜる。 OK で、それをしっかり混ぜてください。いやもう始まった時はどうなるかと思いましたけど、そうですね、やっぱこう徐々に徐々にこう、うん、もう的確かつ冷静に、そうですね、もう淡々とこう進んでいく感じが、本当ですか、この二人ならではの感じがしてね、ね、うん、カジサック当時とはもう本当にちょっと今ね、あの二人不器用なんだよもうちょい、ラップをお皿にやるね、ね、はい、うん、オッケー、いいよそれ。さあ、バターは焦げやすいから、うん、かちゃん、もう置いて、で、それ持ってきて、卵も持ってきて忙しい、忙しくなってきた、かちゃん、まだ忙しくなってきた、全体に、全体にやっぱここら辺で忙しくなるんですね、これやっぱ急にバタつきますね、卵入れて、もういいよ、卵入れて、卵入れて、全部入れて、じゃあって、そうはいはい、お、ちょっと火がちっちゃいからもうちょっとで、全部いった、はい、半熟にガーッと、うん、しっかり混ぜていいよ、一番初めにしっかり混ぜて、そうもういい、もういいんだ、うん、なるほど、で、半分折って、うん、手前にコロンって、頑張れ、かんちゃん頑張れ、そうもう、OK、おー、いい感じ、感じ、入れちゃった、全然いい、全然いい、はい、はい、で、下ろして、どこに、どうやってどう下ろせばいい、適当でいいの、もうペッて、そう、痛い、いいよで、こうこうどうだ、こうどうなんですか、どうなの、うん、こう、そう、おで、そういうことなんだ、で、嫁サック指示を聞かれてますよ、かんちゃんに聞かれてるんですよ、笑ってる場合じゃないですよ笑わないで、何ずっと聞かれてるんですよこの中でなんか転がすイメージだよ、かんない、すごい、うんって、そういうことなんや、で、反対向けてごらん、そう、うんうん、そう、いいじゃん、で、こういうこと、で、これ、ひらピリピリって、ピリピリ、そうこれをペッて、いいどうやって持ってって、へーていける、いけるの、かんちゃん、待って、へーっていけるの、へーっていける、へーよし、これリカバリーできる、うん、全然大丈夫、いけるいける、うわ、うまいうまいうまい、いけた、おいいぞ、やったやった、うん、で、おー、結構かんちゃん大胆にいくね、半分くる、うん、そうじゃなくって、ん、下まで切らないで、こっからこう切る感じ、そう、うん、で、パカみたいな、カってなるか、そう、いいじゃん、おー、いい、あー、大丈夫、いけるいけるいける、全然大丈夫、大丈夫、いける、あ、おー、いいで、それをちょっと乗せてごらん、うん、ピュ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 、そう、あ、いいいいよ、はい、かんちゃんのオムライスの完成でーす、やったー、審査員のせんちゃんです、やったというわけで完成しまして、はい、せんちゃんはどっちのオムライスがどっちが作ったか知りません、はい、というわけなんですが、うん、まず食べる順番もせんちゃんが食べたい方をどっちが先食べたいか決めてもらおうか、なるほど、うん、はい、どっち先食べたいですか、うーん、これ OK、うん、じゃあせんちゃんどうぞ、せんちゃんに任せろー、そうじゃあこれバクって食べようか、せんちゃんしっかり持って、はい、いただきます、はい、うん、うん、おいしいですか、しっかりと味わってください、うん、これが一つ目です、覚えた、うん、大丈夫、じゃあそれ一回こっち置いとくね、うん、じゃあ次こっちです、じゃあパパがこれ何かけてんの、これはね、おソース、うん、おいしいソースだよ、
これケペッチャーケペッチャーケペッチャーケチャップケチャップうん、ケチャップだなケペッチャーかわいいかわいいケペッチャーってのケペッチャーケペッチャー間違えてケチャッパーケチャッパー、うん、ちゃんとソースもね、うん、つけてじゃあこれをバクって食べてください。はい、気をつけて。いただきます。はい、さあ、いった。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、拭いとくから大丈夫だよ。うん、おいしい。おおいしい。うん、両方おいしいが出ましたね。両方おいしいが出ましたね、うん、さあ、せんちゃん、うん、もう一口ずつ食べたいか、もう審査は終わっているか、どっちですか。もう審査は終わる。おお、なるほど。もうじゃあせんちゃんの中でどっちかが美味しかったっていうのはあるんだ。うん、あるね。でも両方美味しかったんだよね。でもこっちの方が美味しいと思ったっていうのがもう決まったってことだね。オッケー、じゃあ今から聞いてもいいですか。はい、カンナ、トウジ、聞いてもいい、うん、いいよ。それでは結果発表です。はい、せんちゃん、どちらのオムライスが美味しかったですか。こっち。おー、おー、やったー。ということで、嫁さんと患者の勝ちー。すげー、めっちゃ美味しい、オムライスみたい。オムライスなんだよ、うん、ちょっと待って、ちょっと聞いていいかな。ちょっと聞きたいよね、うん、こっちはどう美味しかった。うん、ご飯と、うん、これが美味しかった。卵とご飯が美味しかった、うんうんうん、なるほどね。じゃあこっちせんちゃんどうだったかな。これも美味しかったんだよね。うん、やっぱり美味しかった。美味しかった、うん、けどこっちの方が美味しかったってことは、これ何がどう足りなかったのかな、どう感じたのかな、何が嫌だったの。うん、うん、これデミグラスソースこだわったやつ。え、ソースがダメだった。あれ、ケチャップが好きなの。じゃあちょっとさ、うん、中のご飯だけ食べてもらってもいい。ああ、なるほどね。それ聞きたいな。はいはいはい。じゃあもうこれ編んでいこう、うん、まずこっち、こっち、はい、はい、バクバク、どうですか。おいしい、おいしいね、うん、でその味覚えておいてね。はい、はい、これご飯だけ。はいはい、うん、どっちのご飯が美味しい？乾杯！卵だけいった。卵だけ。もういいだろう。諦めろ。ケチャップ。王子のためだ。そうか。じゃあ卵もさ、だって味付け違うと思うから。ね、うん、あ、こっちの卵の味覚えておいてください。うん。はい、だってフワトロだぜ。フワトロね。確かに。これ違うはずやから、うん、確かに、うん、うん、これは、うん、どっちの卵が美味しいですか、うん、これ。おー、うん、卵はじゃあ勝ってたんだ。こっちだったんだ、うん、うん、ご飯とソースはこっちだったんだか。自分でも食べてみていい。あ、うんうんうん、確かにね。そうだそうだ、食べたい、いいよ、かんちゃんもね。ちょっとさ、これさ、めちゃくちゃ美味しそうだった。食べたいよな、自分で作ったやつ。うん、どう当時。あ、なるほど。ん、うん、ソース濃かったわ。ソースちょっと濃かった、うん、せんちゃんにはってこと。そう、せんちゃんにはちょっと濃かったかもしれない、うん、カンナどう。想像よりも、あの、あれ、卵がちょっと硬くなっちゃったけど、うん、美味しい。美味しい、うん、うん、ちょっとさ、お互いのも食べない。あ、確かにね、うんうんうん、ね、どうだ。面白いな、これ。面白い。うまいわ。かちゃん、どう。こっちも美味しいけど、うん、やっぱソースがあんま好きじゃないな。なるほど。めっちゃ食べてる。あれ、当時。当時、じゃあもう分かりやすく教えて、どっちの方が美味しい。こっち。いやー、そうか、うん、卵はこっちの方が好き。卵こっちの方が好き。おー、キャラ
高くてこんな感じに作りたかったけどどうもうまくがいかなかった、うん、ちょっと今、はいはい、せんちゃんめっちゃ濃くしたじゃあもうこれ今聞いたら変わるじゃん変わるかも、うん、せんちゃんどっちの方が好きですか変わらずいやね、当時、うん、やっぱりソースだったと思うんだ、うん、パパがあのソースで行こうって言ったじゃん、うんうん、だから負けちまった、うん、本当に申し訳ない全然いいよ次はさ、あの、うん、パパの得意な料理のチャーハンでさちょっとあの、うん、勝負してさ絶対勝とうよお前は本当にいいやつだなまで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。